まあ、約74工程ありますね。非常に手間のかかる運行なんですけど、まあ、一月に大体10体から15体ぐらいいっぺんにかかります。塗り物が多いので一体ずつやってると効率悪いですから、そのぐらいを全部頭だとか手足だとかのパーツいっぺんにやりますね。あと特にこのお人形の特徴は、飾るだけじゃなくて着せ替えをして楽しめるっていうところが一番の味噌で、まあ現代まで続いてきたのもその遊べるっていうところが要因かもしれないんですが、まあ、昔は裸でこの市松人形を売ってて、でお母さんやおばあさんが子供に孫に着物の縫い方を教えるっていうのを口実に、ご自分が随分たくさんこう季節によって着せ替え作って楽しんでたお人形です。ですのでやっぱり着せ替えをして楽しめる、で作者によって顔もいろいろなんで、その辺もこうコレクションの対象としても面白いようです。